日本香川県高松市本町地区高松丸亀町。丸亀町は香川県高松市中心部の町庭。郵便番号は760-0029。住居表示に関する法律に基づく住居表示は実施されていない。香川県を代表する商業地である丸亀町商店街を要し、全域を対象とする連鎖的な市街地、再開発事業に伴って強外な既存建物は、 更新され、道幅も広がった結果、路線化も香川県内最高値が付けられる一体である。この再開発は、既存市街地に見られがちな複雑な権利関係をクリアし、それまで全国的に成功例があまりなかった商店街活性化のモデル事業として、他自治体からの視察も相次いでいる。高松市役所より 0.3km 高松市中心部の都心に位置し、 高松中央商店街をなす丸亀町商店街を挟んだ西側と東側を町域とする南北に長い両側町である。当町の全域を占める丸亀町商店街は南北に伸びた全長約470メートルのアーケード付き歩行者専用道路で買い物客や通行人が行き交うほか、かつて高松城下を中心とした 五街道のうち、仏生産街道と琴平街道がこの道筋を経由しており、常磐橋から東町を南進して、栗林町で分岐の後、それぞれ仏生産及び琴平へ伸びていた。2015年国勢調査による人口は293人、世帯数は180世帯、面積は32,506.96平方メートル、人口密度は9,013.5人。 平方キロメートル。公立小学校、中学校の校区は、全域が新番町小学校、市運中学校に属している。町内における都市計画法に基づく、用途地域は、全域が商業地域で、容積率は、国道11号高松北バイパス沿いが600%、それ以外が500%である。当庁最古の建物である114、銀行高松支店。 1926年4月24日に高松114銀行本店として完成し、後に本店機能が移転してからも高松支店として、なお現役の銀行建築であり、高松空襲でも焼け残った歴史的建造物でもある。町名の由来は、1610年、生駒正都氏が領主となった際、中郡丸亀の商人をこの地に移したことによる。 1640年の上海図には、丸亀町を中心としてその東西に、各職人町が整然と配されている様が描かれ、また1789年の絵図などから、当町は、北から外区ごとに1から4丁目となっている。町内の大棚である奈良屋は、その祖先が、東郷上々主、東郷有保と伝えられ、南新町の三倉屋、塩屋町の木屋と共に、 高松の三人衆と称されたほか、高松藩の御用商人で名字を許された三人ぶを救されていた。また、幕末においては当庁に、角国や中五郎ほか九人の佐藤会所員受け人がおり、当庁が高松藩による佐藤の流通統制のようとなっていた。江戸時代の当庁は、新井井戸から排水を受けていたと推測され、1853年の 新井戸水道年俯銀城の終わり高び替えによれば、当庁から銀31問目5分が収められている。その他、1868年母親戦争における、朝敵事件では、高松城に侵入した土佐政党軍の総督、深尾丹波が、当庁の奈良屋を宿舎としている。1875年、奈良屋、当主、東郷健三郎は、福岩屋、鈴木伝五郎、 川崎や川崎社、竹尾、三倉や、富山神三郎、木屋中野滝次郎、大和や佐々木製造などの有力商店主と共に、白文社を兵庫城に設立している。1878年には、後に、県内最大手となる、第114国立銀行が、町内に設立されたが、当時は出資者のほとんどを氏族が占める、氏族銀行であった。 教育に関しては1882年に、竹、銅林や主が茂る魔学者を町内に開設し、当初の漢学に加えて、後に英語、数学なども教えていたが、その後新通り町に移転した。1890年2月15日にはそれまで、城下町各町の集合体であった高松の区域をもって、市政を施行して、高松市が成立し、丸亀町はその一部となった。 文明開化を迎え、1895年4月の高松伝統設立に伴い、同年11月には四国初の伝統が東町と兵庫町に灯る。需要や数は294個であった。また町内には114銀行に次ぐ銀行として、1895年12月27日に高松町畜銀行が設立されたが、1900年7月1日には、 高松114銀行に吸収合併された。1945年7月4日未明には、アメリカ軍による無差別重炭爆撃、高松空襲を受け、町内すべてが海人に返した。空襲で壊滅的な被害を受けた高松市中心部では、大部分で土地区画整理事業が施行され、丸亀町でも第一航区一時として区画整理の対象となり、 町内の多くの街路が拡張、改良された。この区画整理事業の観光となる勘置処分広告は1958年7月10日である。その翌日の7月11日をもって、当庁の一部が片原町、兵庫町、今新町、及び高野町へ編入され、同時に南新町の旧一丁目の大部分並びに小場町、東河原町、 南荷地屋町、外都議屋町及び南高野町の各一部を東町に編入した。以降、四国の玄関高松の骨格となる高松中央商店街の中核として四国随一の賑わいを見せたが、1980年代に入ると瀬戸大橋開通による物流構造の変化で本州資本のチェーン店が退去して押し寄せ、 また同時に車社会化の進展による、公害化とそれに伴う公害型商業施設の相次ぐ開業といった経済的構造変化によって、中心市街地に位置する、東町商店街の歩行者数も、減少の兆しを見せていた。さらに拍車をかけたのがバブル景気による地下の高騰であり、東町周辺に人が住めなくなって、ことで、ドーナツ化現象が顕著に現れ、 日曜買い回り品など客単価の安い商品を扱う小売店が成立しなくなったことで南北470メートル157出店のうち半数が洋服や高級ブティックというあまりに品揃えの偏った商店街となったそのような状態でバブル崩壊を迎えてしまい加速するデフレーションに対して高級洋服店しかない東商店街は消費者の 支持を完全に失った。東庁商店街を取り巻く状況が一層厳しさを増す中、町の再開発の必要性を感じた商店主たちによって1990年に高松丸亀町商店街再開発計画が始動し、ここから十数年をかけて手法や土地の権利といった具体的な問題を検討した末、所有権と利用権を分権した定期借地権の設定や、 連鎖的開発手法を用いることにより、2006年に A 外区の高松丸亀町1番街、2007年に北部山頂ドーム、2009年に B 外区の高松丸亀町2番街、C 外区の高松丸亀町3番街当館、2010年に C 外区の高松丸亀町3番街西館、2012年に G 外区の丸亀町グリーンが竣工した。一連の再開発により、 減少の位置図をたどっていた、東町商店街の歩行者数は下げ止まり、特に休日は増加している。また、路線化も上昇し、例年県内最高額地点であった、中央通りと並ぶまでになった。掲載順は、地盤の順序による。ありがとうございます。